第72回プライムタイムエミー賞は2020年のテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで2019年6月1日から2020年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は2020年9月20日にカリフォルニア州ロサンゼルスにある マイクロソフトシアターで行われたが、新型コロナウイルスによる影響で会場に受賞候補を集めずに、候補者が指定する場所からのリモートでの中継形式にて行われた。司会はジミー・キンメルが務め、アメリカでは ABC が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して9月14日から17日、19日に発表された。 第72回プライムタイムエミー賞のノミネートは2020年7月28日に発表された。ノミネートの発表はレスリー・ジョーンズ、ジョシュニアト、ラバーン・コックス、タチアナ・マセラニーが務めた。主要部門の最多ノミネートはウォッチメンの11部門でサクセッションが10部門、オザークへようこそが9部門と続いた。主要部門以外のクリエイティブ。 アート賞を含めると、ウォッチメンが K26、マーベラスミセス、メーゼルが K20、オザークへようこそ、サクセッションがそれぞれ K18 のノミネートを獲得した。また、ネットワーク別ではネットフリックスが主要部門で37、クリエイティブ、アート賞を含めると K160 のノミネートを獲得し、歴代の記録を更新した。 受賞式は2020年9月20日に行われた。主要部門の最多受賞は、シッツクリークの7部門で、サクセッション、ウォッチメンがそれぞれ4部門と続いた。また、クリエイティブ、アート賞を含めると、ウォッチメンが、K11 部門の最多受賞となり、シッツクリークが、K9 部門と続いた。最終シーズンとなる、シッツクリークがコメディ主要部門をすべて受賞し、 優秀の美を飾った。友人レビ、シッツクリークコメディシリーズ主演団優勝キャサリン・オハラ、シッツクリークコメディシリーズ主演女優賞ゼレミー・ストロング、サクセッションドラマシリーズ主演団優勝、ゼンデイヤ、ユーフォリア、ユーフォリアドラマシリーズ主演女優賞マーク・ラファロ、アイ・ノー・ディス、マッチーズ・トゥルー・リミテッドシリーズ、テレビ映画主演団優勝、レジーナ・キング、 ウォッチメンリミテッドシリーズ、テレビ映画主演女優賞ダンレビ、シッツ、クリークコメディシリーズ女演男優賞、アニー・マーフィー、シッツ、クリークコメディシリーズ女演女優賞、ビリー・クラダップ、ザ・モーニングショードラマシリーズ女演男優賞、ジュリア・ガーナー、オザークへようこそ、ドラマシリーズ女演女優賞、ヤーヤー・ブドゥル・マティン・ニセイ、ウォッチメンリミテッドシリーズ、テレビ映画女演男優賞、ウゾ・ア・トゥーバ、 ミセスアメリカリミテッドシリーズ、テレビ映画女演女優賞受賞は、各項目最上段に、太字のものである。なお、各個は、アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は、主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。数字は、主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。 ありがとうございます。